では、テキストから読んでいきます。日本文です。日本文は、17ページ。16、17ページからです。天祖教訓。仏家にもとより六知事あり、共に仏したい、同じく仏事をなす。中について、天祖の意識はこれ、主相の便食を司る。前年審議に曰く、酒造を供養するゆえに天祖ありと。古より同心の思想、発心の行使、見て来たるの職なり。けだし、一式の弁道によるか。もし同心なき者は、いたずらに真空を浪して、必教益なし。前年審議に曰く、すべからく同心を巡らして、時に従って改変し、大衆をして受容安楽ならしむべしと。その神、伊山、東山等これを務め、その世の諸大師も勝ってへきたれる。ゆえに、世俗の直寿司及び先父らに同じからざるものか。三蔵在僧の時、果実全子権級等に諮問するに、彼らいささか検問を起こしてもって三蔵のために説く。この説辞は古来右道の仏祖残すところの骨髄なり、大抵すべからく前年審議を熟見すべし、しかして後にすべからく権級司祭の説を聞くべし。いわゆる当式一日夜を経、まず祭事派、通す貫主等の変について、翌日祭祝の持つ量を足す、いわゆる礼祭となり、多徳詩を割って、これを五尺すること、眼税のごとくせよ。骨への友禅寺いわく、眼税なる常住物を五尺せよと。これを享受すること、漁船、総量のごとくせよ。小物、熟物、ともにこの意を損せよ。ここまでです。それでは、英語を読みます。英語のテキストは33ページ。ページ、English book、33 pages。Introductions for the Tenzo, Tenzo Kyokun. From the beginning in Buddha's family, there have been six temple admonitioners. They are all Buddha's children, and together they carry out Buddha's work. Among them, the Tenzo has the job of taking care of the preparation of food for the community. The Zennen Shingi says,For serving the community, there is the Tenzo. Since ancient times, masters with a way-seeking mind, lofty people who had awakened their heart, were appointed to this job. After all, isn't this the single color of diligently engaging in the way? If you do not have the mind of the way,then all of this hard work is meaningless and not beneficial. The Zennen Shingi says, you must put to work the mind of the way, offering appropriate variety in the food served, so that the community can feel satisfied and at ease. In ancient times,such people as Guishan and Dongshan filled this position. Formerly, various great ancestors have worked at this job. Therefore, isn't the Tenzo different from both usual worldly cook and even the imperial cooks? When this mountain monk was in Song, China,During my spare time, I made inquiries of
former tenzo with long experience, and they brought up some examples they had seen and heard and related them to me. This guidance is a narrow bequeathed since ancient time by Buddhas and ancestors who had the mind of the way. First of all, you must deeply study the Zennen Shingi. After that, it is necessary to hear discussions about details of the job from former Tenzo. Here is how to fulfill the job for whole day and night. First, after lunch, consult with the director and assistant director in their office to get the provisions of the next day's breakfast and lunch. This includes rice, greens, and other items. After you receive them, carefully protect these ingredients, and if taking care of your own eyes. Then Master Baoming Renjun said, guard the temple properties as if they were your own eyes. Respect the temple food as if it were your were for emperor. This attitude applied to both raw and cooked food.仏道修行道場には古くから6つの管理職があり、その人たちは皆仏弟子であり同じように修行している。その中の天祖という配役はたくさんの主僧の修行のための食事を担当する。禅念真義には修行僧を供養するために天祖があると言っている。古くから道を求める心を持った優れた人たち、その志が高く立派な人格を備えた人たちが当てられた職である。それは純粋でひたすらに仏法を求め、修行しているということだと思う。その証拠に、もし仏法をひたすらに求める心がなければ、ただ辛く苦しいばかりで何の学びにもならない。ただ時間を無駄に少し過ごしてしまうだけなのだ。禅念真義にはこの道を求める志でもってさまざまな状況に従っていろいろと工夫をすることで大衆は心身ともに安らぎ一層精進できるのであると。古くは伊山霊友、東山主祖という人たちが天祖のを務めてきたし、その他優れた祖師方が経験してきた配役である。このように世間一般での料理人や給仕人と同じようなことをしていても中身は違うのである。私が中国で修行中、暇を見ては先輩方、事務を担っていた方々に質問をしたところ、彼らは自分たちの経験を少しばかり私のために話してくれた。この内容は古くから道を得てきた仏祖が代々伝えてこられた仏法の最も重要な点である。天祖についてはまず禅念真義をよく読み学ぶべきである。そしてその後に先輩方に細かなことを説明してもらいなさい。この天祖の仕事の一日の流れは、まず昼食後に通すカンスラのところに行き、明日の朝昼の、米や野菜をなどを相談する。相談が終わり、食材を揃えたなら、これらの食材を大切に、あなたの目の玉のように愛おしく思うように守り保護しなさい。法然禅師の仁勇禅師は、
お姉寺の神友禅寺はあなたの目の玉と同じぐらい大切な寺の備品を大切に丁寧に扱い保管しなさいと。これらをまるで天使に差し出す食べ物のように扱いなさい。生ものでも煮たものでも同じような心で扱いなさい。ということです。天祖教訓の一番最初のこの天祖教訓のイントロダクションとも言うべきところだと思います。ここからいろんなことがわかるではないかと思います。仏家にもとより六知事ありということで、共に仏したり同じく仏事をなす仏道あ修行道場の中に6つの管理職があるんですけれど、最初にこの いきなり仏家と来たところに私はこれはどういうふうに、受け取ったらいいかということで、まあいろいろ調べたら仏道修行道場ということで、ただ仏の家と書いてあるので、それはずっと読み続けていくと、古来有道の仏祖残すところの骨髄というところがこの後出てきますし、そのこの中で特に言われているその同心という言葉がたくさん出てきますけれど、この仏道修行道場といってもただそう呼んでいるだけではなくって、本当の意味でここでは仏祖の大事な一番核心になるところをこう受け継いでそれを実践しているっていう道元禅師の意気込みのような風にも受け取れました。道元禅師は、弁道話の中でも正伝の仏法を今自分が伝えていくんだっていうようなかなり意気込みの言葉もあったりします。正伝の仏法を行ずる場所であるっていうことで仏家っていう言葉が使ってあるのかなというふうに私は感じました。で、その管理職になっている人たちももちろん仏弟子であり、同じように仏事ということを修行と、私は解釈しましたけれど、仏事ということで私が思い出したのは二相堂の青山老子のご提唱を聞きますと、このことがよく出てきます。仏事にするか俗事にするかはその人次第、その時の自分のありようだということをよく言われていました。例えば同じ掃除をするのでも仏事にするか仏の行いをするか凡夫の行いをするかは自分たちの姿勢次第ということを言われていました。これは私はなるほどと思いましたね。掃除をするのでもなんかもう早く終わらないかなとか、めんどくさいなって、この後は何をしよう、インターネットかとか、そういえばメールチェックしなきゃとか、そういうふうに考えてたんでは、いつもここがおろそかになって、ともすると掃除が掃除でなくなってしまっていることがあると思います。また台所で私も経験があります。間引き人参を山ほどキッチンに持ってこられて、これを使えと言われて一個ずつ洗っている、もうすごく時間がかかる、手間暇もかかる、そして、
参禅者の人たちはなんか楽しそうにサムをやってたり、まあ、コーヒー飲んで、そして挙句の果てに飲んだカップもあちこちに置いてあるとなると、もうなんでこんなことをしてるんだって、こんなことしてられないよって思うこともよくあります。例えばそんな風に思って人参の手入れをするのか、まあ別に人のために何かしようと思わなくていい、まあ逆にそれは自分のエゴだったりするんでしょうけど、そういうことを思ってもそういう思いに取りつかれないで、まあひたすら今自分が人参の間引き人参を洗わないといけないということに専念すればいいだけの話だなと自分で思ったりもします。それがこの青山老子の言われた仏事にするか俗事にするかその人次第っていうことではないかなと受け取っております。でさらに青山老子の信仰のあった渡辺和子さんという、岡山の精神女子大学の学長さんで、あのシスターの方なんですけれど、この方の話もいつもされていたんですけど、この方の本の中には、小さなことを心を込めて丁寧に、屋敷に流れやすい自分の怠け心と戦った時に初めて本当の美しさ、自分らしさが生まれてくる。時間の使い方は命の使い方、この世に雑用はないという言葉も一緒に紹介してもらいました。これはかなり、日常レベルの私たちの行動に考えさせられるものがあるような気がしました。です。用を雑にした時に雑用になるです。用を雑用にしなければそれは雑用ではない、大事な仕事、たとえ小さなこと一つでもそれは大切な行い、私たちの日々の生きている命だというふうに、この言葉を聞いた時には、あ、時間を無駄にしないってこういうことかというのを私は、腑に落ちた、一コマでした。ということで仏事という、そして、思想を供養するゆえに天祖あり、この供養という言葉もさらっと流してしまいやすいですけれど、私たちは仏様に、安泰寺ではあまりしませんけど、仏様に、もちろんお花を供えたりお線香を供えたり、今お水ここではやってますけど、あとは食事をきちんと整えて供えたり、それも私たちの息のかからないところまでこう持ち上げて仏殿まで持っていくっていうお膳を、それぐらいうやうやしく敬虔な態度で、お供えをしていますけれど、供養するっていうのは、そういう意味合いなのかなと思っておりました。備えする、養うっていう意味が食事を整えて、そして差し上げる、要は ろくな仕事をしない大衆でも仏道修行をしているっていうことを、人は供養するべきに値
愛する人たちであるという、仏法僧供養っていうこともありますけれど、そういう仏道修行者を敬うっていう意味で、この供養という言葉が出てきている。それをその中の誰かが、大衆のため、参加のために、どうぞと差し出す、という、供養という言葉の意味を少しここで考えた部分です。それぐらいいろいろなその、そしてこのあと同心、同心発心、同心同心と続いています。でこの天祖教訓全体に通じるところ、まあこれは天祖教訓だけじゃなくて、多分道元禅師の伝えたいことの大きな一つだと思うんですけど、同心がなければ何をしても意味がないと。同心なき者はいたずらに真空を浪して卑怯益なし、で無駄に時間を過ごすだけだというふうに言っています。同心ということを改めてちょっと自分の中で、調べ考えてみました。これは正法眼蔵骨菩提心の巻、菩提とは、この人に発心と出てきていますので、発心というのは骨菩提心を略した形で発心と言いますけれど、この骨菩提心の菩提とはインドの恩者、菩提は中国で道と訳されているということで、同心と発心はイコールと理解していいと思います。そしてその同心菩提心っていうのはどういう心かというと、菩提心を起こすというは、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなり、その形癒しというとも、この心を起こせばすでに一切衆生の同志なり、というふうに書かれています。これも発菩提心の件の引き続きの部分ですけれど、己今、これはよく出てくる自味徳度先度他という心ですね。自分がまだ悟っていなくても、他の人にぜひ悟っていただけるように自分がこう働く、まあ、直接なこの言葉からはそんな風に受け取れますけど、もっと平たくというか広く言うと、私のことはさておいて人のためにする、人のためにといったらちょっと私が感じるのは凡情的なところがあると思うんですけど、人の誰かの役に立ちたいから何かをするっていうと、なんとなく私の自尊感情をこうとか満足させるためにやってるような節が、印象があるので、私誰かのためにっていう言葉はちょっとここではふさわしくないと思いました。それは自分の都合を置いておいて、今自分がどう動けばここの場がうまくスムースに回るのかとか、例えば火事が起こった時に自分がどう動けばみんなが安全に、そして被害が少なく、まあ、もちろん消火もできたらいいんですけど、できるのか、
まあ、火事とかそんな大きな事件が起こったらみんな無意識のうちにそんな行動をするんですけれど、普段の毎日の例えば1分1秒こう過ごす中で割とそういうことは忘れて行動しているのが私たちではないでしょうか。私はそうです。なんとなく、まあ、自分の快適とか自分が楽とか自分が楽しいとかそういうふうになんとなくこう意識無意識的に吸い込まれていってるっていうのが現状だと思います。ということでこの自味徳度鮮度他っていうのはなんとなく言葉だけがどっかに行っちゃいそうなんですけど、このことをもっと私なりに理解しやすいというか言葉で表現したらそれは誠実っていうことではないかと常々思っていました。誠実という言葉を国語辞典で引くとそこには私利私欲を交えず真心を持って人や物事に対することというふうに書いてあって、あ、これはまさしく私がそう感じていたこととなんか一致するなというふうに思いました。でも真心ってじゃあどんな心だろう。もう一回調べてみると、偽りや飾りのない心ですね。自分の中で嘘があってはいけない。自分が本当はこうしない方がいいんじゃないかと思ってても、なんかこう自分の欲望に、吸い込まれて、行ってしまう。結果その行動は怠惰な時間を過ごしている、無駄な時間を過ごしているというふうに、思いました。あと飾りのない心っていうのはやっぱり誰かに対してこう見られたいとか、自分が自分でこうありたい、まあ時にはいい時もありますけど大事な時もありますけど、多くの場合、まあ、私について言えば多くの場合それはなんとなく自分のエゴのような心だったりするように思います。ということでこの動心ということは私の中ではじゃあ動心ってどういうことか、どういうふうに自分が日々行動すればいいかって言ったら、それは誠実さという、ことだというふうに今のところ理解してます。なのでこのもしかしたらこの天俗教訓全体の中でみんな今回いろいろなパートに分かれてやっていますけど、リンクをしますけど、もしかしてその動心というところに帰ってくると何かその理解できるものがあるのかなと思ったぐらい大事な言葉だなというふうに思いました。そしてこのあと道元禅師は、そうです。その動心についてもうこれぐらい大事なんだっていうことで、例えているのが伊三霊友東山主祖さんという、優れた禅僧の仏祖方々もやってきたし、その他の人たちもこれをやってきたんだと。でさらに
だからこの世間の料理人とは違うんだぞ天蔵は、ということを道元禅師は言って、同じ料理をしても仏道としてするのか、ただ料理を作る、まあ、ただ料理を作るっていうことも大事かもしれないんですけど、あの、まあ、お家でお母さんも忙しいと、つい、本当にこんなに時間かけて作ってもう5分で食べやがってとか、そんな風にお母さんも思ったりする時もあると思うんですけど、あの、そういうの、仏道としての意識がなく料理するのと、仏道修行として料理するのとでは大変違うんですよ、ということを、うん、道元禅師はここで言っていると思います。っていうか、そういうメッセージを受けます。そしてその後も引き続き、このことが大事だということだと思いますけど、まあ、中国での修行中にいろんな人たちからいろんな話を、質問をして聞かせてもらった。で、その人たちがいくつかの自分たちの経験を話した。その内容は古来有道の仏祖を残すところの骨髄なりと、さらに、言っているので、それはこの骨髄は分かりませんけど、私の理解ではこの同心と発心ということが、一つの骨髄は一つ、何個もあっちゃいけないかもしれないんですけど、一つの、あの、核になる、あの、仏道修行の、あの、姿勢かなというふうに思いましたね。ここは一番山場な感じで、そしてその後は、あの、まあ、前年審議をよく読んで勉強しなさいと、そしてその後に先輩たちによくよく細かいことを聞きなさいよ、というふうに教えてくださっております。いわゆる等式、その後は、あ、スケジュールの細かなことを言われているんですけど、ここもただスケジュールを羅列されただけではないと、一日のスケジュールを言えば、まあ、昼ご飯の後にツースカンスところに行って相談をしなさいと、そして持ってきなさいと材料を。で、このツース関数ということはこの後も出てくるし、この一番最初の六知事という言葉でも出てきています。僧道の中での一つの組織の役割、組織の中での役割だと思うんですけれど、で、プース。で、イメージ的に言えば、ここに異能が来て、天蔵が来て、ディレクターインネムゼンモナストリー、これはツース、ちょっと私も間違えてはいけません、ツースは寺全体の総監督、カンスは寺の事務を担う事務長さんというところですね。で、フースは
水筒係、総監督で事務長さんで、これは寺全体の主にお金の管理をしている。お金は大事ですから。で、総堂の責任者も貫数になっていますね。総監督と責任者が違うんですね。で、この上に住職がいるんだと思うんですけれど、安泰寺では住職兼通司兼貫数ですか。まあそんな感じですね。風水はともみさんがしてます。異能は、異能は運水の監督指導者ですね。あとはまあ座禅堂の宗務、あと規律維持っていうふうに言われていますけれど、天祖の役割は安泰寺ではどこですか。みんながやっている部分もありますし、長期三連射、まあ本土係はその異能の本来やるべきことの一部はやってますね。本堂座禅指導とか、はい、あと鹿はちょっと違うんですね。まあ鹿はこの六知事の他にはありますね。あ、別に、要するにそのお客さんとか新しく来た人たちの案内は、伊能はどちらかといえばその常住のメンバーずっと、そうですね、暗号しているメンバーの指導をしたりコーチングをやっているのが伊能ですね。で、湿水もこの中に入ってますけど、まあ湿水は主に、まあ、建物とかですね。その昔は田畑の管理も全て伊能だったらしいです。で、この下に大衆が、多くの大衆がいます。ということで、専門僧堂では伊能寮、天祖寮、二僧堂では湿水寮ってなかったけど、伊能と湿水は同じでしたね。伊能寮、天祖寮、あと地殿寮と、どこだ、安社寮っていうのは4つありました。二僧堂では4つ。大きな僧堂になるともっといろんな寮がありて、そこが一つで安泰寺、一つで、僧堂で、みんながそれぞれの役をしている。で、ここの役になる人はそのお寺に長くいる人で、まあここはちょっと慣れた人で、ここは新しい人、まあ一応配役を決めるとすればそんな形でいくのがまあ通常ですけど、まあ安泰寺はいつも新しい人なので、新しい人がもういきなりどこでも行けますです。まあというのが六知事で、僧堂の中にはコミュニティですから、こういうそれぞれの役割機能があるんですよということを一つここから受け取れると思います。で、そこで、少し感じましたことは、私たち、まあ、安泰寺でもいろんな係があります。花係だったり、禅ガーデンだったり、まあ、肉係もあるし、掃除係もあるし、とにかく小さな係がたくさんありますけど、全部合わせて安泰寺にを作っていますから、もしかしてその係の人が、係の人だけで何かを、自分のやりたいように何かをやったら、一つの安泰寺がちょっとまとまらなくなるっていうこともあると感じます。例えば最近あった具体的な例では、犬
犬も安泰寺の一部になってます今。マヤも安泰寺の一部です。ところが、犬を自分が係だから自分のペットとして扱ってしまっては、外食堂には入ってくるし、部屋の中には入ってくるし、そして放し飼い、つないだらかわいそうだからって言って放し飼いにしていると、いろんな人が来た時に噛まないよって言っても、犬に慣れてない人はあれ嫌がるでしょうし、ましてや、どうも犬を飼うと言った時には道場さんサインをさせられたという、それぐらい、責任を持たないといけない、ことの一つ。ところが私はつなぐの嫌いだから放し飼いにしときたい、私かわいそうだから小屋はもうこの近くがいいとか、そういうことをしていたら安泰寺ではちょっと不具合が生じてくる。だってその人のお家じゃないから。例えば一つの係で言うとそういうこと、だと思います。だからその安泰寺として自分の今の提案がどうなのか、このアイデアがどうなのか、これまで安泰寺のやり方だって言ってやってきたことが、自分が受け持ってみてこれで安泰寺としていいんですかっていうことをやっぱりみんなに、問いかけていくのも係の仕事だと思います。私のやりたいようにやるだけではなくて、これでいいんですかっていうことも大事だと思います。ということで、この寺にはそれぞれの役割があって、それが一つの、形というか、場所を作っているということになると、もうちょっと私たちも考えてやらないといけないということが起こってくる。ここではだからキーワードとして私が挙げたのは公ということですね。個人の立場を離れて全体として全体に関わる、個人、私は置いといて安泰寺としてどうかっていうことに関わっていくっていうことを、ここからちょっと学べるんではないかと思いました。そしてもう一つの、そのそうですね、例えとして、犬のことと、12月にね、道長さんから多分みんなにメールがあったんだと思いますね。12月13日に、その道長さんのメールの中で、の一つの例えば、ピックアップすると、2人だけで駅の待合室で提案し了承するような仕方で安泰寺の方向性を決めるようなことはありえません。しかるべき相談者を関係者全員を経てから決定という言葉がありましたけど、これもこの、騒動の機能として、の一つの安泰寺の具体的なことだと思います。もちろん私たちは知事ミーティングもよくしていますけれど、ここにそれぞれの役で一つの安泰寺を作るっていうことが挙げられていると思いますね。なので個人の立場を離れるっていうことで考えていくっていうことは、大事なことだということを言われています。そしてこの最後にも、多得し終わってこれを五尺すること眼前のごとくせよ、これはよく出ることだと思いますけれど、五尺する、そして自分の眼前のごとく目の玉のように。ところが私たち普段目も、ここは若い人が多いから、目も耳も体も不自由な人がなかなかいないんで、眼前のように 大事にしろって言われてもまたピンとこないっていうのが一つあると思います。じゃあ
何だと思えば私たちはピンとくるのか、何なんでしょう。まあ、道長さん周りはよく自分の財布だと思ってとか、あ、自分の何だっけ、携帯電話だと思って、でもところが携帯、最近は携帯電話もじゃんだんだん減ってきて、最近は何、あ、 iPhone ですか、私ちょっとよくわからないんですけど、いや最近のアンタイジを見てるとみんなポケットかどっかにどっかに置いといて、まあ、休憩の時でもいつもこうやって見てるからですね、あのこうこう広場に入ってくるとすぐにで見てるから、もしかしたらそれが自分 の、 あの大事なもの、目、もしなくなったらどうするんだろうっていう、もしインターネットの線がプチッと切れたらみんなどうしますかっていう、だから、はい、っていう風に考えたら、この眼前をごとく大事にしましょうっていうのも分かる気がします。ただ iPhone なんかもうどっかに落として壊しちゃったら、あ、もう一個買えばいいやみたいな発想もあって、なんか買ってる人もいるし、だからあの、まあ、スペアが効くものはいいですね、まあ、そういった意味では眼前っていうのはいい例えなのかもしれない。もうスペアはありませんから、あの自分の目のごとく、うん、大事に扱いなさいと。そしてさらに、骨寺の友禅寺、仁友禅寺という方らしいですけど、眼前なる常住物を五尺せよと。眼前なる常住物っていうのはお寺の備品ですけど、目の玉ぐらい大事なお寺のものを大事に扱いなさいとここで言われています。私たちなんか数ヶ月前に聞いたのは、マヨネーズたくさんあるからこれはたくさん使っていいってことだから、どんどん使ったらいいよっていう声を聞いたことがある。それはあの、まあ、それは賞味期限が切れてるっていう理由があったかもしれないんですけど、それはこの眼前なる常住物を五尺せよという言葉とはちょっとかけ離れた逆の行為だなと思いながら見てたんで聞いてたんですけど、あのそれはどういうことかと、ただ大事にしなさい大事にしなさいっていうことでは私たちはなかなか実行しません。私も実行できませんなかなか。そしてさらに考えました。その中で私が思ったのは、あの、まあ、例えば台所キッチンのことでは、あの野菜が畑からあの収穫されていきます。本当は、まあ、転属が行かないといけないんですけど、畑の人の配慮と、あと畑の方の野菜の都合でこう収穫されてどんどん入ってきます。ところが葉物野菜は水につけっぱなしだと腐ってくるんですね。それが何日間かそのままで置いてある、うん、でそれは私も同じようなことをして失敗したことがあるんですけど、安泰寺の野菜は虫が食べてるからですね、ところどころなんかそこからね、水につけっぱなしだと腐ってくるっていうことに気がついて、確かに世間でも言われています。葉物野菜、白菜とかあの小松菜とか葉物野菜はあの新聞で洗って、その湿気を含んだ新聞またはキッチンペーパーでくるんで、で野菜室に保存しなさいと、一般的にも言われてます。で、なのでしかもその暑いところに置いたんじゃダメだ、日の当たるところに置いたんじゃダメだ、なのでちゃんと適度な水分、びちゃびちゃでもダメだし、あの乾燥しててカラカラでもダメだし、それを、適切な管理の方法も、うん、眼前なる常住物の五尺という意味合いにつながってくると思います。思いました。
から、この野菜の適切な保管方法はどうなのか。例えばさつまいもや里芋は、まあ、10度 C 以上がいい。10度以上が保存するには大事だって言われてるけど、まあ、それで私たちは穴蔵に、保管しています、そしてキッチンに持ってきても使う時までは土を落とさずに使う時に土を落として料理に使っているという保管の仕方をしています。野菜がどれぐらい、元気で、いい状態でいいコンディションで料理にできるかっていうことも一つの大事なこの誤釈するということのではないかと思います。でさらに進んで、そういう、適切に保管しようというしなければいけないという気持ちさえあれば、じゃあこのじゃがいもはどの環境の方がどんな環境がいいんだろう、白菜はどんな環境がいいんだ、大根はどんな環境がいいんだということを意識的に考え始める。でそれが一つのものを大切にするっていう行為に結びつくと思いますね。知識をいっぱい取らなきゃいけない。例えばストーブの火もそうですね。ストーブの火も火をつけてほっといてもいいっていうんじゃなくて、特にこのストーブは火をつけたらちょっと面倒見てあげないといけない。火つけるときにいきなりこんなでかい木を入れたって火はつかない。火を育てていかないといけないと、何かに、そんな表現がしてありましたけど、紙からその次 の小さな小枝、そして、まあ、ちょっと太めの木になって、そして徐々に大きな木を燃やしていく、それも大事に、火を扱う、火を育てるっていう、ちょっと目を開けばいろんなことがそういうことにつながってくるなというふうに、思うことですけれど、でそのものを大事にするっていう気持ちが、まあ、ひいては慈悲の心だったり、もっとその大丈夫かな、ああかな、こうかなという人への思いやりだったり、人や物への思いやりだったりするではないでしょうか。内山老子の天蔵経訓の本に、ありましたね。私はこれはもうずっと忘れれないんですけど、あなたはその鍋がカチンと言って痛っと、鍋が痛いと言っている声が聞こえませんかっていうような一節があるんですけれど、本当に鍋が痛いと思うようなことを私がしているっていうことに気づくということが大事なんで、その、まあ、表現と、そのことに、そういう小さなことに心を配るっていうことにすごく享受すること、漁船総量のごとくせ、書物、熟物ともにこの意を尊せる。だからうやうやしく敬いなさいと、敬ってこれを扱いなさいと。書物、熟物ともにこの意を尊せよっていう、これはちょっと意味が分からなかったんですけど、書物、生物でも熟物は料理したもの、火を通したものでも、どちらもこの同じ
ように扱いなさいと、という言葉で言ったらなんとなく平坦なんですけれど、これ私がこれを気に入ってるからこれだけは大事にしまっておく、でもこれ嫌いだからもうこれは別にどうでもいい、まあその辺に置いとくわ、なんかそういうのではないんだよっていうことかなと理解していますけど、自分のよりごものみをせずにどんなものでも同じように大事に扱ってくださいと言っておられるのではないかと思います。ということで、私ここのところ今日のところでその今お話しした、まあ、同心ということと六知事の騒動の中のこう、こういう組織で一つの寺を作っているっていうことと、それからこの五釈すること願税のごとくせよというこの言葉をいろいろ自分の中でこう考えたり調べたり探っていくと、一つのところに私はたどり着く気がしました。それは何かというと、やっぱり自分の思いを離れて、私の都合をまず取り払って、日々の時間を過ごしていくっていうことにつながりました。それは自味得度千の田であったり、道元禅師がよく言ってる言葉では、「妙理を投げ打たずんばいまだ発心と小説」とか、自分の妙門利用を先とせずに、じゃあ何を先とするのかって言ったら、今の私は今この目の前にある起こっていることをどう周りの動きにこう流れがうまくいくか、自分の考えだけではなくて、うまくこうそのことが回っていくのかというふうに、1分1秒の時間を過ごしていくということではないかと私なりに解釈して、そのように、実践してみたいと思っています。はい、日本語では話しましたけど、私は英語で話せるでしょうか。So I try to talk in English on the point. I think this part Dogen said many times, the
動詞。The in English, mind of the way, or way seeking mind, or awakened their heart. In English, this like this, the translate. The, in Japanese, only doshin. So I was thinking this word, what meaning or what I can do, not only meaning, how I can do concretely. Doshin is a way seeking mind, the same as the Bodhi, body, mind. From the Shobo Genzo, Otsubo Daishin. I read. Body, mind, the meaning of the Jimmy Tokudo Sendota. If I cannot enlightenment, no problem. That's other people. Yeah, please to help them to bring this. we bring to them to the enlightenment. I don't mind if I cannot enlightenment this idea. Jimmy Tokudo Sendota is so that meaning is I shouldn't do only my egoistic attitude, just for everyone. And then I thought, how I want to know more. Concretely for myself. So then I was thinking. And then I noticed the one word. That is to be honest, to be sincere. Honesty and sincerity. To be sincerity myself. That is my idea for meaning of doshin.
one of the point of this part. And Doshin is a very big important word, key word in Tenzo Kyoku, I think. So, yes. So Dogen wrote in the beginning of the Tenzo Kyoku. I heard from the Aoyama Roshi Dhamma talk often. English wrote the translate Buddha's work. Buddha's work is what meaning I thought. And then Aoyama Roshi in the Dhamma talk, she said often, and Buddha's work and secular work is the depending on you, your mind, your attitude, she said. If I think when I the cleaning the corridor, well, too much. Space for cleaning for my only me or something, or now so lazy. Now I don't want to do cleaning, or well today it's very cold. I don't want to use the water, cold water or something. If I think this idea, and then I do cleaning, that is just secular working. I don't know. And then the Buddha's work is without this idea, just doing the soji. I'm sorry, maybe not so good translate or not so good English. Yes, and this the Aoyama Roshi the talk connect of the another word. Thoughts are born when you make something in careless or crude, rude, or sloven. You understand what meaning?
I'm sorry, I didn't preparation in English so much, so I couldn't tell you so completely. That's all my linko. Is there something, the opinion or a question? If you have, please. Sous-titrage Société Radio-Canada.